やめてよ、先生ぶるの。あ、やめないよ。だって本当に先生なんだもの。嘘じゃないわ、本当よ。今日は真面目に家庭訪問しただけ。ほら言って、先生。先生。そしたらね、保護者不在、相手は男の子で二人きりで、だから仕方ないよね。